おつ、源のみゆきは、日本の政治家、税理士、公認会計士、行政書士、参議院議員、財務大臣政務官、参議院財政金融委員長、民主党、民進党大阪府連代表などを歴任した、京都共栄学園中学校、高等学校卒業、慶応義塾大学経済学部卒業、税理士、公認会計士として、 アーサー・アンダーセンに入社し、アメリカやフィリピンでの海外勤務を経て独立。1997年により、鳩山幸男衆議院議員の秘書を務める。2000年の第42回衆議院議員総選挙に民主党公認で大阪17区より立候補したが落選。2003年に自由党が民主党に合流すると、候補者調整で大阪17区の公認候補が、 自由党出身の西村慎吾となったため、オリツは参議院大阪府選挙区の公認候補となり、2004年の第20回参議院議員通常選挙に立候補した。キャッチコピーは人の心を感じ止め、数字が読める男。選挙運動中は島田信介らの応援を受け、トップ当選した。2009年の政権交代後、行政刷新会議が行った事業仕分けでは、 連邦らと共に中心メンバーの一人となった。2010年の第22回参議院議員通常選挙では再び大阪府選挙区から立候補した。連合大阪の支援を受け得票数3位で再選した。2016年に民進党に参加。同年の第24回参議院議員通常選挙では辞典にすらなれず落選した。落選後は党籍をなくし、 一度民間に戻った。2018年10月、自由民主党は、翌2019年に実施予定の第25回参議院、議員通常選挙の比例区候補として、オリツの公認を決定した。自民党入りは2回、都市広幹事長の要請によるもので、オリツは大日本領有政治連盟の組織内候補となったほか、パチンコ業者などで作る。 全日本遊戯産業政治連盟などからも支援を受けた。投開票の結果、落選。公式サイト、実績ページによる。税理士、公認会計士で数字に強い王立は、税財政、経済、金融の専門家として、税制や経済に関わる数々の課題解決に尽力。持ち前の行動力とバランス感覚で、2期12年の間に、社会福祉や環境、 外交など分野を問わず幅広く活動。外資系監査法人でのサラリーマン時代にはアメリカやフィリピンでの海外勤務を経験。現在は日露協会の理事長を務めるなど豊かな国際感覚で諸外国との架け橋としても活動。著書アベノミクスの正体がベストセラーに。オリツが発議者。 または賛同者として提出した議員立法2010から2011年は財務大臣政務官2011から2012年は3財金委員長を務めていたため議員立法の提出ができなかった NPO 万年野党による第186国会における議員立法提出者ランキングでお律は参院全体で5位の評価を得た公式サイトプロフィールによる ありがとうございます。